淫乱の極み。こんにちは、ゆうです。おっぱいブルンブルン。淫人の極みね。初回これなしでやってたので、今回改めてやり直してみたいと思います。いや、できるだけ簡単な倒し方っていうことなので、もうできる限りね、簡単にしていきたいなっていうことで。ちなみに陰陽術の、動作早くなるのも今つけてますね。俺の新しい嫁を紹介してやる。はい、それじゃあちゃんと解説していきましょう。まずは風神当てて、そして八つの神っていう風に覚えておいたらいいですね。ちょっと今封じ3ですけど、でその後重ね十文字、あるいは十文字ですね。これで倒しきれます。基本的には倒しきれないときはその下に置いてる羽のどれかとか使う。いいですね。羽は一番いいのは雷か水どっちかな。でも今回は手裏剣の威力上がってるから、なんていうの、毒手裏剣と、あと、乱れ打ち区内に変えた方がいいと思う。もう、それは、そうだね。今こんな風に役に立つこともあるけど、今みたいにね。そして、ここで、八つの神。もう八つの神2回で大体もう終わらない。別に。うまく当たれば1回で大体大湯で上げてすぐ吹っ飛んでいっちゃうからね。ここで火力上げるバフ使っといて、そして風神さんからのちょっとこれ来たね、陣とか、あるいは幻で簡単に止められますね。でもうここで近づかずに、ここでもう区内でいいと思う。こいつは一応近づいた場合は横にこう移動しつつ、後ろから飛んでくる火の玉とかを避けましょう。こんな風にね、最初からもここ区内連発でもいいと思う。であと1体倒しきれば終わりだから、このどっちかね、ここでも区内で終わるでしょ。これで勝ち確ですよね。余ってたら一応打って勝てばいいと。楽勝です。あとは、ここでもう八つの神一発当てたら大抵終わる。終わらなかったら2発、あるいは重ね十文字ですね。それが平等院で見たあやかしを滅ぼす刀。その刀があればきっと。さあ、藤吉郎を追いましょう。